で呆れる。なんかさ、今さ、なんか上が曲がってるのがさ、レア出るみたいなさ、都市伝説ないですか？これマジなの？曲がりと裏側ガチ。いや、裏側何回かうち、裏でもさ、単発でやるとき出るけどさ、全然いいの出ない。A1 側、あ、A1、右上側なんだ。こっち側がってこと？え、二次三次ポケカブも話題になってて、まさかって思ったけど、あまりにみんなが盛り上がってるからさ、嘘だろと思いつつも、みんなが盛り上がってるから。裏側レア、え、でも曲がってなくない？まっすぐなやつしかないやけど。そんな露骨に曲がってるもんなん？え、しかもなんか、曲がり具合に3段階やって、めっちゃ曲がってるのはそんなにだよみたいな言ってる人いてさ、嘘だろって。微妙曲がりがいいみたいな言っててさ、いやもう気のせいでしょ。右下にスキップボタンあるから中身決まってると思うけど、いやそれはなんかランダムでただ決められるってわけじゃないの？データ買うから関係ないでしょ。じゃあなんでパックに個体差作ってるんすか？パックに個体差必要ですかね？ちょっともう一回曲がりパック探したいけど。え、信じる信じないじゃなくて、まだ曲がってるパックに出会ったことないんやけど。一回だけさ、曲がってるやつを見てみたい。見たやつは裏返していくと。まっすぐ。はい。まっすぐです。まっすぐですね。あ？こうまっすぐ？こうまっすぐだよね。曲がっ、あ！みんな！みんなこれって、曲がってる！気のせいじゃない、よく見て。これが曲がってないと言えるんかい？違う。あ、来ました。お前ということか、これは。曲がってる！うちが、検証してやる！曲がっているパックにキラが出るかどうか、うちが。見てやろう！ベトベタ、エルフーン、クラブ、ゴビット。さーて、はい！これ、もしかして、これってもしかして、まなのか、これほんまなんか、これどれ引いても出たんだよ。いや、違う！曲がってたから出たんだよ。スキップしたら絶対、どれ選んでも同じというデータはどこから出たんですか？あなた説明してみてくださいよ。曲がりはデータ揃ってんだよ。思考回数1回。二次三次の仲間たちが言ってた。みんなキラ出てるもん。曲がりパックで。仲間がそう言ってんだ。仲間のこと信じて、何が悪い？曲がってるのなんてないよ。次のパック持ってきてもらっていいですかね、これ。じゃあスキップしてやろう。スキップでも EX 出るときは出るって。ほんま？ほんまかいな。シビシラス、ズバット、モルフォン。はい。あー、やっぱスキップはなー。今、スキップだから出なかったなー。スキップはダメ。で、あ、え、もう隣でわかるけど明らかに左が折れてる。いや、これは折れすぎなのでは？これ折れすぎ、やりすぎくんだよね。露骨に折れすぎてるものはダメって言ってた。仲間が。折れすぎくん行くか、一旦。うちも、架け橋になる。折れ具合の研究結果の糧になります。科学の発展のために。あ、連続ベロベロ。裁縫。ゴビット。えいや！ピザだった！おい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 ！来た！これは完全なる、俺パックくんの力？ちょっと待ってよ！ほら！ほらね！曲がりきょう。ある！
すがに信じていいよね。あ、曲がってる。あった、これがもうそれだったら信じていい。ちなみにガチです。もうこの作業も早く手早くなってきた。あー、もう完全に決まりました、この子です。はい、完全に曲がってる。うわ、後ろから来ちゃった。いきなり見ちゃうけど、これがキラキラだったら信じていい。はっ、まあ後ろから開けちゃったからか。これこれちょっとデータ狂いましたね。もう一回聞かせて。後ろから行っちゃったんだもんね。こいつ分かってる。これだ。これでいけたらマジですごいぞ、コンパ。あ、フリーザー、やったー。不思議だね。クイッタラン。そい。悲しみの向こうへと。ちょっと待って。嘘つかれたんか、うちは。でも仲間たち、曲がりパックでいっぱい、イマーシブ、引いたり。え、めっちゃ引いてある。なんなの、仲間たちは引いてる。諦めない心なのか。ハズレを投稿してないだけ。信じられるか、仲間たちがそんなことするわけない。ハズレも報告してくれる。あ、なんか若干曲がってるような気がする。これこの微妙曲がりだよ、これ。露骨曲がりじゃなくて微妙曲がり。絶対これや。いけます。えい、待ちウニ、またな、ウニータ、来る。じゃあなんすか、嘘つかれてたってことすか。じゃあ仲間が悪いってことすか。ラムキはニュー出やすい印象。なんかって言ってる人がめっちゃ多い。なになになに、裏は嘘ですわ。コモン、曲がりパック、いいの出ないよ。まあ、1回は出たけど、2回出たか。2回出たのか。俺曲がりから今日ピカ星さん出たぞ。ほら仲間がこう言ってんだよ。これが仲間なんだよ。仲間の言うこと信じねえと。いい曲がり方な気がする、うち。これ、いい曲がり方と見た。こんくらいの曲がりがちょうどええ気がする。チラーミー、よくね、堂々。サイド？そい！そい！あー！おいおいおい、やはりか？やはりなのか？仲間を信じるよ、うち。あ、裏パックや。また曲がってる。ちょ、また裏返ってる。裏はニューが出やすいんだって。それも検証します。コンパ、クラブ、バイウール、サカキ。おい！マイモト！裏パック偶数は、裏パックが追求。なんだそれ、怖。持ってる EX 無限に出るぞ。ニューではないが。曲がりでリザクラウン出ました。なんでだ、仲間たちは出るよね。はぁ、スキップ。スキップだけはないわ、マジで。ちょ、もうあと一回やらせて。もう一回だけ曲がりか裏を確かめさせて。なんでうちは出ないの。世の中の人たちは、たくさん出てるから、そうやって話題になってるんじゃないの？なんでうちはそこに混ざれないの？ルーレットスタート！いやー！君に決めた。心折り、落とすパス、叩っこ、どうどう、イングラン。そう、うちはこんなにも、ポケゴールドを買ったんだから、めっちゃ充電しときゃいいんだよ。やどう。やったー、フリーザー来たー。初めてフリーザー EX が
してくれた。ストライク心折り、やったスカイリュウ、あと1枚欲しかった。しかも AR 海流はアチすぎる。やったぜクククク曲がりパックってなんすか。シマはコンパバリアードウール不思議バナー裏パック偶数は熱いってなんすか。このパックパワーが満タンになると拡張パックを開封できます。あと少し待つと、あ、1分？あ、パックパワー、あ、なるほどね。デイリーみたいな感じだ。はい、開封します。あ、めっちゃ10枚、あ、選べるんだこれパック。何にもわかんないな。何でもいいか。いきます、これで。あー、切り方が雑い。あ、エンニュートかわいい。お、サイドンだ。角ドリル100、強。うわ、フリーザーいいじゃん。種か、あ、種なんだ。あ、フリーザーそのままパッて出すやつね。大当たり中の大当たり。え、マジ？え、もう私じゃあ揃ったってこと？そんだけ。霞と合わせるとやばい。へぇ。あ、人もいるんだ。フリーザーデッキ、熱い。あ！これ怪しいね。小元から裏向きのやつやっぱ怪しいんだ。ほんと？なんかこれ自分で選ぶのやだな。あ、小股間だ。いや、好きなんだよね。それ嘘だよ。いや、マジかよ。前元は裏罠って言ってた。もうハマった人やん。これですね。どうだ？え、トレーナー一人も来てない。いる？私だけなんか野生で光ったとかあんの？来たー！うわー！来た来た来た。アズマ王。ラッタ。あ、リザーゴンだー！かっこいいな、やっぱり。最高レア！クラウン！そうなんだ。すげえ。やったねー。これみんな、欲しいのかい？クラウンが。欲しい。課金、あ、そうなの。ちなみに、0円ですよ、私は。ありがとうございます。ください、ください。恐ろしいかクラウンマウントね。クラウン持ってるよ。クラウンより一個下のやつの方がかっこいいんだよな。うわ。それはちょっとせ、うわ、なんか強がっちゃってね。本当は欲しいんでしょ？持ってないんでしょ？そういう人って。俺のパラスとかもかもしれない。パラス。みんななんか裏向きとかにね、囚われてはいけないよ。そういうなんか情報に。俺囚われてたでしょ？自分を信じてね。佐々木とか多分めっちゃ囚われてんだよ、情報に。自分信じないと。いろんな情報を鵜呑みにしちゃってね。ダメなんだよな。